はい、北海道の廃線機構です。本日は江東軌道というですね、鉄道を紹介させていただきます。前回、歌登町営軌道ということで、これまたマニアックな鉄道ですね。このね、廃線機構ということでね、遺構とね、捉えることもできまして、書き方とすればこちらの方が正しいかとは思うんですけども、ちょっとこだわりというかね、その辺で今、気候というね、感じにはしていますね。はい、江東軌道というところなんですけども、これは石狩郡の当別村、現在の当別町です。そして現在の江別市、江別町ですね、この2つの、町村、市町村はこのまま結んでいた、市町を結んでいたというのが、この、駅でございあのこの鉄道でございます。軌道経営者なんですよね。で、これもともと国鉄薩摩南線、後の薩摩線開通の保証受け校を廃止された路線なんですけども、距離的にはですね、そこまで長くはない、比較的短い距離ですね、歩ける範囲かなという感じの、鉄道なんですけども。国鉄の薩摩線のですね、当別駅からこう出ましてですね、石狩当別駅を経まして、ちょっと離れたところに当別駅っていうのがこうであるんですけども、そこから蕨台というのはね、函館本線にも同じ駅ありますね。そして6号は三原江別とこうつないでいく路線ですね。で、江別からはですね、そこから函館本線の江別駅、これがあるということで、なので薩摩線の当別から、函館本線の江別を結んでいた、そんな感じの路線といった方がいいかなって感じです。当別と江別間は11.3キロ、期間が762ミリメートルという、狭い、期間で、運行していました。期間が5、複線区間はなく全線単線、電化区間もなしで、非電化ということですね。動力は蒸気か内燃軽油ということですね。当別村、江別町内で軌道による、旅客及び、一般貨物の運輸、それと蔵送業の経営、並びに乗用乗、えー、乗り合い自動車での、旅客運輸を目的に設立されました。1926年1月に開かれた設立会議におきまして、発起になります池田、池田氏に、他4名が取締役に選出されまして、そのうち5名、さらにその5名による、5選が池田からです。池田氏が、社長に選ばれました。資本金投資7万5千円、後に15万3千株でした。元は馬車鉄道として1925年9月12日に、特許状が、下されていまして、1926年9月20日に、動力を蒸気へ変更することを申請し、開業直前1927年5月11日になって、許可を受けました。同年8月に開業を受けましたが、エルスは、石狩川、当別では当別川に遮られ、両市街地に乗り入れることはできませんでした。道庁では、国鉄と接続しないことを危惧し、会社に石狩川を渡るように指導しましたが、架橋するほど余力はなく、また石狩大橋を鉄道、道路併用橋にするには、幅員が不足していました。収支状況は、開業して以来一度も黒字を出すことはありませんでした。江別には富士製紙株式会社北海道工場がありまして、当別川からの船運による、木材の輸送に期待し、武闘貨車、31両所有していたもの、貨物輸送が期待していたほどでなかったのが、原因であり、道庁補助金により何とか会社を維持していました。ところが1934年11月に薩摩南線が開通すると、貨客ともに大幅に減少し、営業が成り立たない状況に陥りました。そこで国に対して軌道法26条による補償を、申請した結果、補償を受けることになり廃止されました。補償金額は4万4425円。薩摩南線は1923年に、3月に建設が決定されており、廃止は織り込み済みだったといえます。1925年9月12日、江東軌道において、軌道特許状を、下したのが、1925年9月12日、大正14年ですね。そして1926年1月17日、江別村、市街地におきまして、
企業株式会社の設立会議、池田氏が、社長に就任されます。そして1927年、4月に鉄道、軌道の施設が起工されます。そして8月18日、東別江別の間の営業が開始されます。1929年10月30、蒸気ガソリン、併用ということで、蒸気ガワラガソリンを、併用します。またガソリン機関車をですね、使用しております。また1930年、12月14日積雪のため1931年の、3月24日まで運休したことがありました。そして1932年、1月16日同じく積雪のため3月3日まで、そして12月24日積雪のため1933年3月27日まで運休しているということで、雪が積もるとですね、この鉄道が、ちょっと動かなくなるということで、何回か、積雪で、運休していたことがあったということですね。まあ、長くて4月まで運休していたことがあったそうですね。そして1930年、11月20日にですね、石狩東別駅をこう、薩摩線が作るわけですね。これで、まあ、廃止することにこうなります。1936年のことでした。開業当時はですね、4往復、東別発は6時40分、10時50分、午後2時、午後5時の4本、江別発は、午前9時、午後12時、午後3時40分、そして午後、6時43分でした。所要時間は50分です。冬季の間は積雪のため運休しており、この際には、馬を使った輸送が使用されていたということですね。駅なんですけども、東別、蕨台、6号、3軒、先三原って言ってましたね、3軒ですね。そして江別駅の合計6駅。5駅ですね、5駅になっております。江別駅は国鉄、函館線江別駅と位置が違いまして、石狩湾を挟んだ江別市街の反対側の石狩大橋のたもとにありました。そのため、東軌道の江別駅からは、自動車輸送で国鉄江別駅まで輸送を行っていたんだそうですね。輸送の収支実績を見ていきましょう。乗客の人数なんですけども、薩摩線ができるまでというのはですね、比較的乗客の利益が出ていたため、黒字だったんですね。というか、1936年廃止されるまで結構黒字だったんですけども、薩摩線ができたことによって、まあ、赤字にね、転換されない、されかねないということで、まあ、思い切ってね、補償を受けて、まあ、廃止にしたというのがあるということなんですけどね、まあ、思い切った判断だなというふうにね、まあ、思いますね。車両は内定、蒸気機関車が2両。これは老化製の B 型7トン機です。そして、雨宮製作所 C 型5トン車です。内燃機関車が2両。これは66産業ですね。66商店製 3.5 トン、石油発動機関車。そして札幌車両公務所製、2.5 トンガソリン機関車です。そして客車が3両。貨車が31両です。バス事業、軌道の開業に先立ちまして、1927年5月に、弁科別小学校前、東別停車場、長小屋を結ぶ、路線の運行を開始しました。当初はですね、フォード車製の6人乗り1日1往復だったそうですけども、1931年に、月型まで延長し、1日2往復となりまして、1933年、シボレー車製の10人乗りが加わりました。1935年の営業距離は47キロ、保有車両は6台でした。その後、江別から東別の間は、北海道中央バス、東別営業所の担当になりまして、やがて東別営業所は1973年、江別営業所に、変わりまして、統合されまして、1993年12月15日、中央バスが撤退し、札幌第一観光バスの、管轄になりました。しかし、2005年4月に札幌第一観光バスも撤退、カダモータスが運行することになりました。その後も乗客数は減り続けまして、東別町、江別市、カダモータスの3社で協議した結果、2016年4月1日をもって路線を廃止することになったということですね。ということでね、今回紹介されたのは、江東軌道ということでね、
まあ、バスに転換されてからね、どんどん赤字が膨れ上がっていくだけというね、非常に残念なね、路線ではございましたけども、11.5 キロとね、非常に短い、距離だったんですけども、当別、薩摩川のところとですね、江別のこう、まあ、博多本線の江別駅とはまだちょっと違うんですけども、そこを結ぶ非常に重要な路線だったかということが言えるかと思います。薩摩南線ができてからですね、ちょっと流れが変わってしまった。まあ、そこまでずっと黒字続きだったんですけども、まあ、赤字までにはならなかったんですけども、まあ、赤字になりかねないということで思いっきり決断で、まあ、廃止というね、形にこうなったということですね。はい、ということでね、今回はですね、最後まで本日はご視聴していただきありがとうございます。ぜひ、また次回の動画をですね、また見ていただければなと思うんですけども、まあ、鉄道のこのマニアックな話をすると、まあ、他の、ね、方々たちはちょっとついてこれないという感じもね、するかもしれません。ということで、本日は最後までご視聴していただきありがとうございました。ではまた次回の動画でまたお会いできればなというふうに思っております。最後まで皆様ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。なので、まあ、もしこのチャンネルがいいなと思っていただけた方、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンね、押していただければと思います。まあ、もし気に入らなければね、まあ、別に低評価を押していただいても全然構いません。まあ、これはね、賛否両論あるからこそ、まあ、動画は成り立つものなのかなとは思いますね。それでは失礼いたします。